10番をつけるチャンスが目の前にあって違う番号を選びますかっていう話ですよ。僕はそのチャンスが目の前にあって喜んで自分から要求しましたし、子供たちに伝えたいのは、一つ一つ階段をしっかり登ればいずれたどり着けるんだ、でかい夢を持ってね、日々、練習に励んでほしいなと思います。